伸び方はどう見てますか？そうですね、篠田選手ですね、はい、ちょっと見ましょうか。はい、点差はまあ離れてきたんですけれども、日本選手の平均台としてはかなり今までの3種目の中ではチーム得点がいいんじゃないかと思われるぐらい、はい、全員が 9.5 台に近い点数ですので、日本選手としてはもうまずまずですね。はい、この後日本チームは最終種目のゆかに向かいます。まあ、規定の最後のゆかに日本期待したいと思います。この篠田 9.575 という得点を出しました平均台です。9.575 の篠田、着地が止まっていれば 9.6 ぐらいは出ましたね。ああ、そうですか、はい、もったいなかったですね。